おはようございま す。鹿児島市総務谷にやってまいりました。はい、総務谷の場所なんか分かってます？今、ね、車で来たから、うん、なんとなく分かりましたけど、うん、どのあたりかなって思ってる方もいらっしゃるかもしれないですね。あ、まあ、分かりやすく言うと、うん、あの総務谷のこっち隣が一色、はいはいはい、でその隣が新松院長、うん、で新松院長っていうのが、はい、総務谷と、はい、平野町の間。多いな、多い、難しいな。平野町っていうのが新庄院長。もういい難しい。わからなかった方のために補足しますと、総務谷エリアは国道3号沿いにあり、総務谷1丁目、総務谷2丁目、総務谷町からなる地域ですね。補足でした。3号線ですから、結構来る方もね、通る方多いと思いますけど、歩くとかってある？いやもうね、うん、歩いたことはないかもしれないので、逆にどんなお店があるのか、どんな街なのか、うん、すごく気になります。楽しみで す。 そ、 うですよ、ね、それでは行きましょう。プラット鹿児島市総務谷。フェリーに乗り込んで桜島眺めて、どんな店がいいかな。現在の時刻10時5分。早いからね、結構やってないんですよね。だいたい11時、11時半が。そう、やっぱプラットってさ、うん、毎回こんな話してるよね。そうなんです。朝お店がないねって。なぜ時間をもうちょっと遅くしたらそうなんです。でもね、うん、朝早く開いてるお店もあるし、知りたいっていう人もいらっしゃると思うので、探そう。行けるところ、まあ夜バージョンもね、とりあえず、ね、夜バージョン、朝ごはんかな。毎回言ってる気がしますけど、これも最初はご飯から。最初ご飯食べたいな。お店はなんかいろいろありそうな雰囲気になってきましたけど、ね、商店とかありそう、うん、これどこに行こうかね。どっちに行こうか、どうしよう。右も左も行けるわけですね。右も、あ、かわいい。3号線の方じゃない？お店？何屋さん？あら、めっちゃおしゃれじゃない？だってオープンって書いてるんですけど、ここオープン、オープン、オープン、開いてます。開いてますね。何屋さんだ？この形、この形は、この形は、この形は、もしかして、もしかして、もしかして、あ、こんにちは。助かったかも。助かったと。あと2秒あったら面白いのを言ってたんだけど。いや、まだ全然取り返してないですよ。いや、もうこの形どこかで見たことあるの？この形は、もしかして、根元太めのキノコ。ちょっと私、取材交渉行ってきますね。頼むわ。行ってきます。傷ついてる。まあ、森ちゃんも悪いしな。まあね、よくない2人だったかも。おはようございます。おはようございます。今大丈夫ですか？プラナビという番組で、うん、どうだ。 OK です。ありがとうございます。おいしそう。そしておしゃれなパンが、あれパンなんだ、ずっと並んでました。そうなんだ。いや、これあれだと思ったんだけどな。何何、料理長だけがかぶれる帽子専門店。お腹すいた、行きましょう。皆さん行こう行こう。静かな静かな街だね。しましたからね。カットされないんだね。ということで最初にやってきたこちらはパンルイッド。全部出します。打ちっぱなしのコンクリートがおしゃれな店内に、焼きたてのパンがずらーり。オーナーの田中さんにお話を伺います。もう魅力的なパンがたくさんありますね。いいね。お店はいつからされてますか？は、今年の10月の12にプレオープン。そうだよね、はい、新しいよね。まだできたばっかりなんですね。17日が、グランドオープンだったんで、まだ2ヶ月経ってない。あら、すごい。そうなんですね。なぜこのようなパン屋さんを作ろうと思ったんですか？
私がもう長年パンの仕事をしてまして、で、今年の春にこの、あの実家の総務隊に帰ってきたんですよ、はい、地元か。宮崎や福岡で10年以上パン作りの修行を積んだ田中さん、地元総務隊に念願だった自分のお店をオープンさせました。お店のお名前は何て言うんですっけ。パンユイットです。どういう意味ですか。フランス語で蜂。あ、入り口になんかそれぞれの鉢が入ったのもそれから、はい、そうです。なぜ鉢に。末広がりってあの意味があるので、うん、まあ、ちょうど子どもの小学校の校区なんですよ、うん、で、まあ、この辺りが末なんか末永く栄えてくれたらいいなと思って。素敵ですね。まあ、そこから鉢で。素晴らしい。一番のこだわりはどんなところですか。一番のこだわりはですね、 あそこの黒板にもちょっと書かせてもらってるんですけど、自家製天然酵母、あとは、種子島産のきび糖を全部使ってるんですよ、まあ、体に優しいもので作ってるっていうところですね、はい、他にも国産小麦や宮崎から取り寄せる卵など素材にとことんこだわり、コンセプトは体に優しいパン。王道のアンパンやメロンパンにハード系、お酒を使ったちょっと大人なパンなど、いろいろなジャンルが並びます。気になるね。面白いのが、うん、名前もね、なんかおしゃれなんですけど。あ、これが、おお、何？レ？レっていう名前？レっていうパン。レっていうパンだったり、こっちが一文字？テッ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 。これは何語の、うん、そういうパンなんですか。でこれあのフランス語で、つけてて、まあ、レっていうのは、まあ、牛乳っていうことなんですけど、レっていうのはこう、あの紅茶テってあのティー、あ、ティーテって言うんですよ、ね、なるほど、ね、なるほど、はい、あのフランス語は喋れないんですけど、うん、ちょっと調子に乗って。いや、いいんですよ。乗っちゃいましょうよ。乗っちゃいましょう。頼む方も調子乗っちゃいますから。ね、2つと手2つ。ということで私は手を1つ注文。外のベンチでいただきます。お、すごくいい香り。噛んだと同時にこのアールグレーの香りがふわっとパンから出てきますね、はい、チョコが入ってますけど、はい、甘すぎないですね。そうですよね。このホワイトチョコレートの優しい甘さとこのアールグレーの香りがよく合いますね。生地がまたすごく食感がいいです。こだわりの生地は水分量が多いものを長時間発酵させていて、時間が経っても食感がもちもちです。サクッともちっと、でも硬いわけではなくて、いいですね。食べ応えがありますね。続いていただくのはミエル。先ほどとはまた違った全粒粉のバケット生地に、うわ、すごい、クリームチーズと蜂蜜をトッピングしています。じゃあいただいちゃいます。うん、バケット系なのでしっかりとした噛み応えで、噛むほどにパンの味も出るんでめちゃくちゃうまいですね。ほんでたっぷりかかっている蜂蜜の甘さとこのクリームチーズの濃厚さ、くるみの食感がまたいいですね。あー、うまっ。持ち歩きたいサイズですしね。このポケットにいいサイズ。いいサイズ。いいサイズ。本当ですか。忘れちゃったなって時にシュッと出してパッと、はい、本当ですか。蜂蜜作るでしょ。3日ぐらいは大丈夫。蜂蜜作るやっぱそうしてもらいたくてこの形にしてるんですよね。そういうわけではないです。はっきりと認識いただきました。違います。ありがとうございます。持っていただいたから。ちなみにミエルはフランス語で蜂蜜。パンや店名にフランス語を使っていることにはちゃんと理由がありました。そもそものパン作りをしようと思ったきっかけって何かあるんですか。は、ですね、私が30歳の時にワーキングホリデーでフランスに行って、
でそこであのレストランでちょっとパンを作らせてもらったんですよ。でやっぱりあの向こうのパンってすごく美味しいので、まあ、こういうパンを作れるようになりたいなっていう気持ちがあって、そこからパンの道に入ったので、そこが原点です。田中さんがフランスでパンの美味しさに衝撃を受けたのは16年前のこと。パン屋のオープンはその時抱いた長年の夢でした。自分のまた夢が一つ実現して、はい、なんか次の目標とかってあったりするんですか？次の目標は子供に譲る。あ、はい、お子様が今、小学4年生なんですけど、はい、今何か言ってたりします？パン屋さんなりたいとか。今はパン職人になるか料理人になるか迷ってて、はい、できればあの、まあ、パン職人になってもらって後を継いでくれたらいいかなと思ってます。いいですね、はい、夢が広がりますね。素晴らしい。末広がり、親子2代で作るパン、今から楽しみです。よく知ってる通りですかね。よく通る、うん、あ、一旦ご飯行きたくない？そうですね、ちょうど今お昼の時間になってきたので。そうそうそう、隠れた名店を探そうと細い道を曲がることに。こんにちは。なんか上りが急に見えましたけど、うん、ランチって書いてる。ランチ入ってますよね。おでんでランチ見られますよ、うん、ちょっと見てみます。開いてるか。おでんでランチ、うん、あ、めっちゃいいかも、めっちゃいいかも、めちゃくちゃいいかも。これ日替わり、わ、結構いろいろありますね、うん、はあはあ、でもなんか居酒屋っぽいですよね。あ、夜9時までやってる。あ、夜9時まで、え、いいじゃん。ちょっと行ってみます。行ってみましょう。じゃあちょっと聞いてきましょうか。あ、お願いしていいですか？すみません、頼みます。どうかな、これ気になるよ。こんにちは、すみません、突然、あの KKB のプラナビっていう番組で今総務隊を歩いてまして。プラナビです。でちょっと今この感じ知ってくれてる。オッケーでございます。やったー、あーやった、ありがとうございます。そうなんですか、ね、で息揚々と、はい、あ、誰が好きですかっつったら、ちょっとわからないですけど見たことはある。見てる、うん、お店をいっぱい見てくださってるから嬉しい。やったー、めちゃくちゃ。ということで続いてやってきたこちらは隠れ家青い。店内はカウンター、お座敷があり、ゆっくりとくつろげそうな雰囲気です。リラックスできそう。オーナーの高橋さんにお話を伺います、うん、今どれぐらいですか、お店されて。オープンがですね、今年の10月18日からオープンで、もう約2ヶ月ぐらいですかね。ほやほやだ、あら、はい、最近できたお店なんですね。最近できたお店です、はい。今ちょうどパン屋さん行ってきたんで、そこも10月オープンで。そうですね、はい、同じ時期にあの向こうのパン屋さんも、はい、お互い知ってるわけですね、はい。先ほどのパン屋と同じくこちらも10月にオープンしたばかり。お店の調理担当は飲食業歴10年以上の店長の柏さん。高橋さんは柏さんともともと知り合いだったそうで、二人とも自分のお店をやってみたいという思いがありました。もともと自分はあのこういろいろ商売をやってて、でその流れでまだ飲食っていうものを、こういう飲食っていうものをやったことがなくてですね、でもうベストの人材がいるっていうことが、はい、揃ってましたね、はい、うん、やるべくしてもうすぐオープンしよう。なるほど。だってご自身で作ったりとかじゃないってこと？はやるんですけど、はい、基本、はい、メインはうちの店長の方がメインで、はい、素晴らしいですね、はい、自分は雑を雑をやってます。テレビ担当みたいな感じで、はい、そのためほぼ全ての料理を一人で作っている柏さん。
前の居酒屋や一流ホテルなどで和食の修行を積んだため、メニューには煮物やお魚料理などが並びます。ランチメニューは10種類以上あり、中でも人気は日替わり定食。日替わりはもう今のところもう毎日、変わってますね、メニューは。はい、できるだけ被らないように。すごい、毎日来ても、はい、そんな日替わり定食を求めて、なんとオープン以来毎日通う常連さんもいるそう。すごい。この日のメニューはポークステーキということで、早速用意していただきました。さあ、お料理を準備していただきました。めちゃくちゃうまそう。やばいですね、これは。いい香りしてる、これは。ご飯、お味噌汁、お漬物と、まあ、ちょっと副菜も。ご飯の量もすっかりある結構多めですよね。いいですね。こちら店長柏さんのご両親が実家の阿久根で育てたお米で、なんと無料でおかわりし放題。小鉢やお味噌汁もついて、なんとお値段750円。安い。嬉しい。これは助かる。やっぱり今物価も高いんで、はい、やっぱできるだけ安い金額でお客さんに満足してもらおうと思って、はい、いいですね。かつおかわり自由ってこの嬉しさですからね、はい、最高ですよ。これはちょっといただきますね、私の方から、うんうん、このポークステーキ、なんかどんなお肉使ってるとかありますか？わ、まあ、特段はないんですけど、はいはいはい、はい、その時にあの店長が選んで、はい、うんうんうん、ご用意してます。味付けは何味付けですか？これは店長そうですよね。いや、いいと思う。これは自分は横から応援してるわけ。いや、応援ないですね。頑張れるんです。じゃあソースもたっぷりつけまして、いただきます。おお、柔らかい。うん、うん、あ、いいね、行くよな。そうです、そうそうそう、ついついただきます。このポークステーキ、まずお肉が柔らかい、うん、で、お肉を噛めば噛むほどどんどんこの豚の美味しさ、この甘みっていうのが出てくるんですよ。そこにソースとの相性もまたバッチリです。甘みがあって少し酸味もある、さっぱりとしたソースで、ブラックペーパーもちょっとピリッといいアクセントになって、もう間違いなくご飯どん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 進みます。でもこのクオリティが今日のために作られたと思ったらやっぱすごいね。そうですよね、日替わり今日のためですね。素晴らしい。もう今いつ出てくるかわからないっていうのは。そうですね、はい、自分もあの前日もうわかんない状態なんで。あ、そっか、お料理はお任せしてるから、はい、当日これ どうですか、さすがに店長に、はい、もうちょっと中もやってって言われないですか？あ、言われますやってくださいよ。一生懸命お皿洗ってますいいですね、いい感じ。いい2人だね、本当。続いていただいたのは焼き魚定食、こちらのお魚も日によって変わり、この日はブリカマでした。もうもうご飯もうこれ用意しておきますいただきます。魚いいよね。うまっ、うん、うわ、いい、いいかい、おかわり自由だから。すっごい、うまい。ありがとうございます。塩加減バッチリ。ガツンと効いたお塩なんですけれども、ちゃんとね、魚の身から出てくる旨味、これが塩で引き立つ。で、皮パリッとしててね、本当に香ばしくて、でもこの身はすごいふっくら感ですね。まさにこの店長さんの腕前、しっかり生きてる。シンプルだからこそね、料理人の腕が出ますよ。しかなんかもういろんなメニュー全部食べたくなりますね。そうですね、うんうんうん、ランチメニュー以外の一品料理やおつまみなどもお昼から頼むことができ、中でもこの時期嬉しいメニューがおでん。15種類近くの具材があり、一品から注文可能。せっかくなのでこちらもいただいたんですが、でかいよこれ。
っ、でかっつない、でかっつない、これこれ絶対頼んだ方がいいじゃん。ちくわも大根も超ビッグサイズ、自家製の昆布だしがしみしみで最高でした。うまっ、すごい、これ夜も最高だね。このおでんやお店のメニューの多くはテイクアウトもできますよ。また今2ヶ月ぐらい行っていることですけども、ね、はい、これからのこのね、店がオープンしてからのこの先どういうふうにしていきたいですか。この先はですね、まあとにかくやっぱり地域に愛されるお店ですね、はい、やっぱりあのこの総務田という町で、お店やらさせてもらっているので、総務田の人から愛されるお店、それからですね、まあ、あのちょっと遠い方でも足を運んでもらって、まあ、順調にですね、あのお店やっていけたらと思います、はい、ちなみに小さなお子さんにはアイスクリームやジュースのサービスもしているそうですよ。お一人様も家族連れもみんな大歓迎の隠れ家葵、皆さんぜひ行ってみてください。とっても素敵なお店でした、うん。ないね、ちょっとなんか入れるような場所がないね、見当たらないぞ。ということで再び細い道へ、ね、さあ、あの人は、ん、あの人、左のさ、あの家の端っこです。お店じゃなくて人を見つけましたね。わかる、見える、あ、なんかやってるね。なんか木が並んでない、なんか木、何かが並んでる、ちょっと聞いてみる、本当だ、ちょっと行ってみます。本当だ、え、なんだろう、こんにちは、あ、お店、こんにちは、なんかされてるんですか。そうですね、うん、今準備仕方です。ナスビとかですね、キュウリとか、そんなの全部収穫しました。じゃあご自身でご自宅で作られてるんですか。そうです。お、この優しそうなお父さん平川さんは自宅前のこのスペースで家庭菜園をしていて、この時は年明けにスイカの苗を植える準備をしていました。来年になった時は来てください。いいですか、嬉しい、言いましたからね。ちなみに今はおいくつですか。85です。いやー、元気すごいね、これをやって、うん、すごいしよ。昔はあなたみたいに、あら、横に設置が出たぐらいですよ。今も横に出るよね、イケメンですよ。どうも。漫才みたい、はい、気を良くした平川さん、我々に飲み物を振る舞ってくれることに。優しい、何をやるとの、うん、ヤクルトがないとの、ヤクルト、いいですよ、お父さん、いいね、ヤクルト、おじいちゃん、ばあちゃん、お父さん、いいんですか、うわ、元気になるタイプ、はい、平川さんが持ってきてくれたのは元気になるタイプのヤクルトでした。最高、ありがとうございます、どうも、お疲れ様です。また来年、来年楽しみにしてるからね。ありがとうございます。忘年会じゃん。おう、まあ、おいしいよ、父さん。あ、元気になった。やっぱりみんなで飲んだらおいしいな。また今日これからまだ歩くんですけど、あ、そうですか、元気が出ました。あ、そうですか、うん、ありがとうございます。じゃあまた気つけてね。はい、うん、行ってきます。またありがとうございます。癒されたじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。平川さん、いいな。行かないと、必ず行こう、来年。そうだね、最高でした。なんかおしゃべりしてたらちょっと小腹すぎてきたけど、あんだけお腹いっぱいだったのがなんか、ね、ちょっとなんか余裕が出てきました。あれ、何、ちょっと看板が、総務田のお菓子屋さん、いいです。
ですよ。本山さん。すごくいいお菓子屋さん。相手そう。で。どう？そう空いて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 る空いてる、これは空いてますよ。空いてる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 よ。あら、ちょっと行きますか。どうしますか。行きますか。行ってみますか。よし行ってみよう。逆に2人で行ってみる。あ、逆に2人で行ってみよう。行ってみようか。あ、そうですね。お待ちください。ちょっと待っててください。圧力はね。こんにちは。お願いします。いきなり2人はお待ちを届けに行くんです。ありがとうございます。まるで、超もう人気店っていうことが今入っただけで分かりましたね。そうですね。でも美味しそうなお菓子はいっぱいありましたよ。そうそうそう、うん、でまあどうぞどうぞということですので、ちょっとお邪魔しますか。行きましょう。やったやった。よいしょ、お邪魔します。すいません、急にちょっとカメラで。もう言われました、電話をしてくれたらよかったのに。これもう、もうね、そうですよね。大福が全部売り切れた、まあ、売り切れ。早いね、すごいね。こちらは国道3号沿いにあるお店、お菓子塚さ元山。名物がいちご大福だそうなんですが、ショーケースは綺麗に空っぽ。どれぐらいでなくなったりするんですか。まあ早い時はまあ午前中ですけど。そう、 うわー、すごい、まあ、今日は早かったんです。はい、大福がやはり一番人気です。そうですね。何個ぐらい作るんですか、一日。まあ一日、まあ、200個ぐらいですか。いや、それが売り切れる。早い時には午前中に、うん、多い時ですね。いちご大福は12月からの期間限定商品。いろいろな大きさを揃えているのが人気の理由で、普通サイズと比べるとこんなにも大きいものまであるんです。お化けでかいちご。お化けでかいちご。それ以外にもケーキやシュークリーム、あ、いいですね、おまんじゅうなどが並び、豊富な種類と手頃な価格が幅広い世代から人気を集めています。お店は今何年ぐらいですか。もうあの親父の代から75年。75年。すごい。あらら、すごい、すごく長くされてますね。あ、もう終わりです。いや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 。まだまだですよ。2代目にいらっしゃるってことですね。父清則さんが75年前に創業したお店。杉尾さんは東京の製菓学校や県内の菓子店でお菓子作りを学んだ後に元山で働き始め、20年前に2代目店主となりました。わ、メインは和菓子、うん、でも洋菓子もあるんですね。まあ本当は洋菓子やったんです。あ、洋菓子が、うん、私は、あ、洋菓子、親父は和菓子でした。お父様が和菓子。おすすめを聞いてもいいですか。ああ、おすすめ、まあレモンケーキなんかおすすめです。いいですね、いいですね。ということで、まずは杉尾さんのおすすめでいちご大福に次ぐ人気というレモンケーキをいただきます。うん、うん、すっごく爽やかです。うん、レモンの味わい、香り、ぐわっときますね。あ、本当レモンそのものの濃厚さを感じます。でもレモンって酸っぱいイメージですけれども、うん、酸っぱさはないんですよ。そのレモンから酸っぱさを抜いたらこの甘みと爽やかさって感じですね。ですね、うん、で生地がすごくふわふわで、噛んでいくとすごくしっとりなっていって美味しいですね、うん、滑らかです。で、ね、これからね、また年末年始とかみんな集まる機会が、ね、うん、多いと思うの で、ね、うん、これをね、買ってみんなで食べても楽しいですね。本当はあんまり作りたくない。面倒や、面倒や。正直大変なんですね。そうそうそう。面倒。売れちゃうと作んないといけないから。そうそうそう。作りたくないんですよ。何回言う。いいキャラですね。でもね、作りたくないって言っても作っちゃいますから。はい、なったら、そうそうそう、ね、売れたらね。だから大変なんです。僕が選んだバナナオムレットは食べ応えある大きさと価格の安さが人気。お安いでしょう。わ、おっきい。これ。うん、うん、うまっ。バナナがもうスポーンと。
入ってる。なんかカットしたのがチリバムじゃなくて、ポーンと入ってる。なるほど。うわ。で生クリームがしっかり入ってて、ね、いいよこれは。口どけ滑らかでいいんですけども、なんかクリームもそんなに甘すぎずというか、バナナの甘さがちゃんと見てますね。結構重ためにね感じるんですこのサイズ的に。でも食べた感じは軽いんで。120円安いの。この生地がこうぐるっとなってる分、はいはい、なんか普通に食べるケーキよりもスポンジのうまさしっかり感じられていいですよね。このスポンジは簡単。あら、これは売れてもいい。全部教えてくれる。レモンケーキ売れてもいい。これ売れてもいい。皆さんレモンケーキいっぱい買ってます。レモンケーキいっぱい買って。そうだね、うん、簡単に作れるというオムレットも、こう手間がかかるというレモンケーキも、お店に並ぶ和洋菓子はすべて次男さん一人で作っています。厨房に立ち始めて47年、その長い月日の中で閉業の危機に陥ったこともあったそうです。86がありましたでしょ。あ、そうだね。ちょうど30年前、はいはいはい、この辺も2メートルですもん。あ、じゃあ結構お店も、あ、ここ2メートルまで使った。あ、もう泥がすごかったもん、ごめん。そうですよね。うん、ですよ。だからもう3ヶ月かかりましたよ。また営業できるまで。続けたのはなぜだったんですか。まだ若かったですよ。まだやれるぞ。そうでそのおかげでこうやって美味しいお菓子とね、でかいチョコ大福って名物も生まれたから、あの時頑張ってくれてよかったですね。そうね。他の目標ってあったりするんですか。いや、もうなんもない。早かったな。もう一回使ったらすぐやめる。どうか疲れませんように。でもこうやってお話ししてる限り、また勝手なイメージですけど、元気そうなんでまだまだやってくれそうですね。大丈夫ですよ。元気に大福作って。まあ元気なうちはですね。はい、そうでした。まあ元気なうちやると思います。だからぜひ来る方は早めにチョコ大福なくなる前にね。そうですね。そうですね。そうそう。僕が死ぬ前にね。そういう意味じゃない。長生きしてくださいね。はい、はい。つぎおさんは来年でまだ70歳、まだまだ美味しいお菓子を作り続けてくださいね。頼みます。